強い人間という言葉はいろいろと解釈できますが、通常その強さの意味は精神力でしょう。人間としての強さは精神力ということです。ではその意味で強い人間になるためにはどうすればいいのでしょうか。要は精神力を強くするということですが、精神力を一番強い状態にするのは信仰心を持つことです。信仰心が最も強い人間にします。人にとって一番大事なのは命です。金が命より大事、仕事が命より大事、家が命より大事、そんなことはないです。命を失ったらそれらは全て意味がありません。死んだら金も仕事も家も何もかも意味を成し得ないのです。命以上に重要視されるものはありません。命と引き換えにするものなどはありません。しかしこの一番大事な命を2位に貶めるものがあります。それが信仰心です。信仰のために命を犠牲にする行為です。命を犠牲にし事件を起こすことは当然ながら間違った方向の信仰ですが、信仰というものは死の恐怖感を上回るということです。生存本能をも超えてしまうということです。この信仰心を正しく持てば最強の人間になれるということです。強い人間になるためには信仰心を持つ。これが今回の結論です。では次にどうすれば信仰心を持つことができるのか。これは難しく考えれば難しくなりますが、簡単に考えれば簡単に答えが出てきます。それは信仰の意味を理解すればいいだけです。信仰とは信じて会うこと、神を信じること、だからそれはそうすればいいだけなのです。具体的に言いましょう。音楽を行っている人は音楽の神を信仰する。絵を行っている人は絵の神を信仰する。商売を行っている人は商売の神を信仰する。スポーツを行っている人はスポーツの神を信仰する。あとは自分の信仰すべき神をどこまで信じて会うことができるかです。これでどこまで強い人間になれるかが決まります。